タケル君の話をいくつかですかね。ルローニケンシンがね、やるじゃないですか。バババッと4作、9月10月で放送ってやつですね。それに対してタケル君がなんかコメントしてるんですね。佐藤健さん、ルローニケンシン4作が金曜ロードショーで放送されること、とても嬉しく思いますと。放送を喜び、ぜひこの期間に4作続けてお楽しみいただけたら幸いですとコメントを寄せた。この作品は自分にとって特別で、仲間たちと共に歩んできた10年間は自分の俳優人生の中で最も大きな財産です。大友監督をはじめキャストスタッフの皆様、そして謙信との出会いがなければ間違いなく今の自分はありませんと、同シリーズでの思いも語ったと。もう武尊の代名詞なので、俳優佐藤健の代名詞となっている作品で、今後これ以上の代名詞になるものが出てくるのかっていうぐらいだろうし、まああとこういうねシリーズ化して、主役がね佐藤健しかいないでしょうっていうような作品と巡り合える俳優さんって数少ないと思うので、そういう意味では素晴らしいなと思いました。あとまあちょっと遅ればせながら、ハーゲンダッツの謎解きをね見たんですけど、あれ1時間49、まあ、約1時間50分ですよ。2時間近い。なので、半分見ました、じっくり。また半分は、後でじっくり見ますが、僕の視聴者さんの中で、この番組本当にいいっていう評判が高い理由が分かりました。理由としては、いくつかあったんですけど、佐藤健君は一人でやって、まあ、真ん中までしかまだ見てないので、半分しか見てないので、最後の方分かんないですけど、まあ、今見てる段階でもう佐藤健くんの謎解きの、佐藤健オンリーの謎解きの番組っていうイメージですね。だから余計なことを考えなくて健くんの謎解きに浸れるっていうところですかね。まあ、テレビの番組っていうのは、地上波のね、特性上ね、もっとバラエティ色をね、つけるじゃないですか。まあ、例えばノブさんも入れてね、例えばこの前だったらね、芸人もいっぱい入ってますよ。聖夜だったりとか春菜だったりとか、まあそこに女子アイドルとかもブブブッと普通に入れて、女子アナも入れて、錦鯉とか今ちょっと勢いのある芸人さんも入れてのとかみたいな、番組として成立させるために面白さ全開に出すので、まあ、タケル君色が薄まるのはしょうがないことになるじゃないですか。で、タケル君がまあ主役は主役なんだけど、地上波の場合。ただ、タケル君も気遣いがありますよね。自分のレベルも落とさなきゃいけない。みんなに合わせなきゃいけない。まあ、その中でなーちゃんみたいにレベルが高い人間もいれば、全くレベルの低い人間もいるわけだから、まあ、そこでタケル君がどういう風な調整を取るか。あんまりやりすぎると、また視聴者から、いやいや、これやらせ番組でしょ、みたいな、ツッコミも入る。とかっていうね、こう、ちょっとした調整もしながら、タケル君も、楽しみながらもやりづらい面があると思うんですよ。まあ、ただあれは謎解きっていうものを世に広めたりとかするという、まあ、武田君がね、いつもシュガーで言ってる、謎解きはもっと自分はね、広める使命があるんですよって言ってるような、地上波ってそれだけの訴求力があるから、広めなきゃっていう使命感でやってる部分も多分にある気がするんですよ、地上波は。ただこれに関してはそれがないですよね、YouTube なので、伸び伸びとやってると。いう部分では、誰にも気兼ねなく、タケル君が謎解きを楽しんでるっていうことを見られるので、まあ、ファンとしては、タケルファンとしてはもうこれは絶対、こっちの方が面白いだろうなっていうのはすごく理解できました。あと、ま、こっちの方がかっこいいっすよね。やっぱね。淡々と佐藤タケル君が解いていくところを見れるというか。で、あとね、出てくる人もね、愛があるかな。やっぱ平井社長でしたっけ、ハーゲンダッツの。女子社長。あと、途中、僕見て、途中まで出てきたのは、あと、現場の鈴木さんですかっていう方が出てきて、こう、ハーゲンダッツの社員の方が出てくるって、ちょっとやっぱり愛があるなと思ってて。で、特に社長の平井さんはね、タケル君のこと好きなんだろうなっていうのがね、滲み出てて、いや、好感が持てるなというふうに僕は思って。だから途中まで見てる感覚では、佐藤健を堪能したいんだったら地上波よりもこっちだっていうのはものすごく理解できたというところですかね。まだ途中まで、また全部見たらまた喋りますけど。視聴者の方から来たやつですね。ライドさん、いつも配信ありがとうございます。埼玉の方の台風はどうですか？これまで台風や長い雨で被害に遭われた方々を思うと心が痛みます。このような状態が早く収まることを祈るばかりですということで。バーっと書いてあるんですけど、途中から読みますね。
高橋一生さんと飯豊まりえさんの熱愛記事が出ましたよね。飯豊まりえさんが一生さんと同じマンションに越しただけでツーショット写真など撮られていないと書いてありました。芸能記者さんとか双方の事務所に聞いてますよね。写真が撮られてないくらいで熱愛報道だけなのに、これってある意味タケル君とモネちゃんのお二人と同じじゃないかなと思うんです。なのに記者さんたちは双方の事務所に聞くこともしなくて何も言わないですよね。あ、でも飯豊まりえさんと一生さんの場合なんか事務所に僕聞いてたんじゃないかなって、なんかで見てなんか聞いてた、確認、事務所に確認した気がするんですけど、してなかったのかな。少し前に自宅でも会っているなんて出たこともありましたが、ほとんど皆無と言ってもいいくらい何もありません。噂は出ているけど、なかなか写真だとか、現状がつかめないとかなのでしょうか。まあでも最近は本当芸能人の人写真撮られないですよね。なかなか撮られないと言いますよね。撮られるってことは僕はよっぽどな感じが、広瀬すずちゃんとね、山崎賢人くんみたいにね。撮られるってのは僕はよっぽどなのかなと思ったりしますよね。また、モネちゃんの大阪の様子や桜の時期などのお散歩の様子が記事に上がるので、モネさん、記事さんとかは追っているということでしょうか。ライザさんはどう思いますか。タケル君は絶対にバレないようにすると言っているので、うまく隠されているのか。本当にタケモネでしたら、当然邪魔されたくないですね。まあ、追われてると思いますよ。タケル君、モネちゃんクラスだったら、確実にフリーの記者は、どっかの、雑誌社から、派遣されてフリーライターはついてると思いますよ、数人は。だからあんなにボン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 上がるんだと思いますよ、オフショットみたいなのは。まあそれが普通ですからね。ただだからそれを本人たちも分かってるからめちゃくちゃ気をつけてるし、だからね、ツーショットとか家に行くようなやつとかはまあないんだろうなと思いますね。飯豊さんと高橋さん同じマンションっていうのはね、あれですよね。同じマンションで付き合うってパターンが最近芸能人増えてるから、同じマンションに住み始めた時点で、もう記者さん疑ってんじゃないかなと思いますよね、でもね。同じマンション同士でバレるのも最近珍しいですけどね。まあ、そんな感じです。